ね、これがシンガポールマレーシアでコンサート日本で大ヒットを飛ばす文字通り国際スターのテルサテンさんです。グランプリ受賞曲はいずれも作詞が荒木豊久さん、作曲が三木たかしさんというゴールデンコンビです。まずは償いから聴いていただきます。窓に西日が当たる部屋はいつもあなたの匂いがするわ。一人暮らせば思い出すから、壁の傷も残したまま置いてゆくわ。愛を償えば別れになるけど、どんな女でも忘れないでね。優しすぎたのあなた、子供みたいなあなた、明日は他人同士になるけれど、だからそれでいいのよ。たとえ一緒に街を歩けなくても、この部屋にいつも帰ってくれたら、私は真面目の女でいいの。私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。